はい、ということでね、実況のパート13を始めていきたいと思います。いや、前回はそのね、その飲み会の後で酒飲んだ後にその実況してたんで、ちょっとね、いつもとテンションが違ったと思うんですけどいかがでしたかね。少なくとも僕は楽しかったですいや、酒飲んだ後にやるホラーゲームめっちゃ楽しいですね全然怖くなくて、もうなんかもうね、いい感じに酔いざましになったというかね。いや、もうね、これからもね、機会があったら酒飲んだ状態でホラーゲーム実況していこうかなと思いますね。まあ、とか言いながら、今日も実はちょっと酒飲んだ今日もちょっと酒飲んでるんですけど、酒飲んでるんでちょっとテンションがおかしくなったりするかもしれないですけどね。まあ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 、まあ、酒飲むのもね、社会人の仕事の一つなんで、まあ、ちょっと温かい目で見ていただければと思いますね。まあ、前回よりは多分酔っ払ってないと思いますね。うん、ということでね、今回チャプターの、14ですね。はい、14、チャプター14ということで、その当初の僕の予想が合っていれば、その次回がね、チャプター15なんで、なんで、まあ、あと2回なんかな、これ、チャプター。あと2回で終わりなのかな。まあ、なんか、ステージ的にというか、なんか、ストーリー的にはかなり明らかにね、終盤に入ってるような感じなんで、まあ、多分ね、きっとね、もうすぐ終わるんでしょうね、きっとね。うん。とりあえず、前回、実はジョセフ君が撃たれて、キットマン君が、エリビス、うお、なんで、うお、なんか、うえ、キットマン君がエリビス・プレスリーを、なんか、撃とうとして、それをね、このケージと、そのカステラケージと、そのジョセフ君が、かばおうとして、かばうっていうか、守ろうとして、で、ジョセフ君が代わりに撃たれて、うお、なんで、敵?めっちゃ敵の声するんだけど。ジョゼフ君が撃たれて、それエルビス・プレスリーに逃げられて、キットマンがそれを追って、で、確か終わったんですよね。うん。いやー、これ駅の地下かな?駅の地下かな、これ。え?チェックポイント?なんで?待って、今開始何分でチェックポイントになった、まあ、まあまあまあ、突っ込んだ負けなゲームなんでね、そこはまあいいかなと思うんですけど、すげえ敵の声するんだけど、なんだろうな、どこだ、絶対敵いるでしょ。は、何この部屋、めっちゃトラップ祭りなんだけど、この序盤にこのね、病院に行くスポットがあるということは、逆に言えばね、結構長期戦になるのかな、このチャプターも。まあ、なんか長期戦になりそうですね、なんかね、明らかにね。うん、あ、いたそこにいたわ。よいしょ。いや、もうこのゲームなんかもう足元打てば絶対転ぶんで、痛いですね。はい、足元打てば絶対転ぶんで、足元打って転ばしてすぐ駆け寄って、そのマッチで燃やせば多分ね、一瞬で終わると思うんで、まあ、下手にヘッドショット狙うよりもそれが一番手っ取り早いかなということに最近気づいたんでね。
マジか。まあ逆になんかね、このゲームいかにチャプター始めて最初死ぬかによってなんか運勢が占われるというかね、逆に早めに死んだ方がなんかその気分的に楽になるというかねそういう感じなんで、まあ全然気にしないですけどね、死んでも、まあ、死にゲーなんでね。はい、おびき出すしかないか。いや、なんかサイコブレイクその実況を始めた理由として、そのもうすぐ、10月だったかなにサイコブレイクの新作が出るんですよね。サイコブレイク2の新作が出るんですよね。なんでまあちょうどね、新作が出る前にちょっとおさらい的な意味も含めてもう一回ワンをやろうかなと、そういう意味合いで始めたってのもありますね、サイコブレイクを。いやマジこのゲーム最初マジプレイステーションストアで600円で買えたんですよね600円ってえぐくねみたいないやこのゲーム出たのが確か2014年なんですよね。2014年だからまあ、それほど古くもないし。痛い、そこ当たんの。これ2014年なんですよね、このゲーム。まあだからそんな古いゲームでもないし、それなのに600円ってすげえ。解除無理だろいやなんか多分そのセールがあったんですかね、きっとね。多分そのちょうど新作が出るから、その今のうちにまあキャンペーン的なのが多分あったんでしょうね、きっと。それ600円だったんですよね。いやほんとお得でしたね。うん、プレイステーションストア様様って感じなんですけど。このゲームの実況が終わったらっていうか、まあちょっと序盤はちょっとまだウォーミングアップはできてないんでちょっとまだウォーミングアップできてないんですとね、ちょっとご容赦いただければと思うんですけど、このゲームサイコブレイク追加コンテンツがあるんですよね。追加コンテンツだと確かなんか、まあ、なんか主人公が変わったりするらしいんですけど、らしいんでね、その追加コンテンツ分も、まあ、実況しようかなというふうに思ってるんで、まあ本ストーリーというか、まあ、まだまだもうちょっとだけ多分ねサイコブレイク実況すると思うんで、まあよろしくお願いしますというかね、まあ、そんな感じなんですけど。いやそこ当たんのそこ当たんので今んとこ
予定としてそのサイコブレイク1のそのストーリー全部とあと追加コンテンツのその実況が終わったら、まあサイコブレイク2も買おうとしても予約してるんですけど、まあ時期的なあれもあるんですけど、もしサイコブレイク1の実況全部終わってサイコブレイク2が出るまでまだ時間があったら、このラストバスっていうね似たようなホラーゲームがあって、それは僕ガチの初見なんですけど、それをねラストバスの実況でもやろうかなと今は考えてますので、まあ壊れへんのかい、まあいいや、まあこうご期待と言いますかね、一応その予定で今一応考えてますね。まあ実況する上でやっぱりなんかホラーゲームの方が、まあ、見ててやっぱ楽しいんじゃないかなって思うんでね、基本的にはホラーゲームの実況していこうかなと思ってるんですけど まあもしね、なんかねやってほしい実況とかあったら気軽にリクエストしてくれいただければとそう思いますね。うん、まあ基本的にはホラーゲームメインでやっていこうかなとそう思ってますね。あ、これグリーンジェルって言うんだ、今更やけど。ちょっと一応整備しておこう。いや、これプレイ時間14時間ってのもなかなか受けますよね。いや、ホラーゲームって結構ボリューム的に少ない、ボリューム少ないものが多いんで、やっぱりね、結構あっという間に終わっちゃうんですよね、ホラーゲームだと。なんで、ある意味ね、その、実況に適しているというかね、まあそんな気がするんですけど。マジか、ガーラいんの、ガーラいんのマジか、いやガーラいんのかマジか、おうの、またガーラいんの、仕方ねえな、突っ込むか、斧くれ斧くれ、お前斧持ってたやろ今、いやだーガーラはやだ、転べ転べ、腕はやだ腕はやだ腕はやだ、転べ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 、早く燃やせ燃やせ、ウェイ、いやもうガーラやだ、もうガーラやだよー、ガーラはやだよー、ガーラはやだよー、なんだこいつ気持ち悪い、ウェイ、まあいいや燃やせ燃やせ、マッチ最強やー、回復しとくか、
いやもうしょっぱなからガーラ出てくるとかもうマジなんか危な。いやもうこのチャプターマジだるそうやな。いやこのチャプターもだるい予感しかしねえ、まあ、とりあえず一番だるいのはあのスパイダーウーマンくんなんでもう何回も言っていいけどスパイダーウーマンくんだけはガチでもやりたくない。もうなんかスパイダーウーマンに比べたらもうランドセルマンとかもなんか可愛いわ。もう小学生って感じマジ。まあでもガーラくんも足打って燃やせばぶっちゃけ一瞬で終わるんで、まあ、だるさ。うわまたいるー。だるさランキング的にはそうガーラくんランドセルマンでスパイダーウーマンかな。もうスパイダーウーマンだけはもうガチでだり。あ死なねえかんなガチでガチに死なねえかんなあいつガチ不死身やからもうスパイダーウーマンさえいなければあとはいいっていう感じなんですけど、うわなんかすげえなんかトラップっぽいのいっぱいあんなこわ。え、なんで落ちた？痛い。あー、うぜえ。マジか。やばい。これはやばい。うわーもうそれはいかんでしょう。こうなんかさ理不尽な一撃必殺が理不尽な一撃必殺はなかなか辛いね。辛いっすね。いやホラーゲームでもそんな理不尽な一撃必殺あるような気がしてなかなかないんじゃないかなって気がするんですけどね。どうなんですかね実際。いやなんか一撃必殺技があるともうマジでこれ HP 回復する意味もないし HP の上限値上げる意味もないっていうね、そういう話なんですけど。てかヘッドショットで死ぬのかな。もう死なねえかやっぱこいつ。一撃必殺技があるとそうね、即死技があるとやっぱりゲームとしての難易度っていうのはやっぱりすごい上がると思いますね。うん、もうゲーム苦手な人とかもう無理じゃないですかねこのゲームって思うんですけど、まあ実際どうなんですかね。これ僕がこれ友達ん家でちょっとだけやった時もその友達がクリアできないとこはぶっちゃけ僕がね家代わりにやってたんでまあだからちょっとだけ覚えてるんですけど、あのショットガン野郎は危ねえな。うわ生きとったんかい、お前生きとったんかい。おお、なんだ。何が来る。痛いよ、お前もショットガンかよ。お前もショットガンの使い手か。なんで今立ち止まった。もういいや、逃げちまえ、ダリア。お前か、てめえか。貴様か。
うわデブ来たー、デブ来たー、痛ーい、邪魔、はい終わったー。いやーいやーって感じなんですけど、いやーって感じなんですけどねー、いやーって感じですね。これ初見じゃねー、なかなかやっぱ厳しいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ一歩一歩というか、一個一個というかね、そのね、まあトラップを解除することもそうですけど、その障壁をね取り払っていかないと、まあ、うまくいかないのかなと、そう思いますね。まずはここは、まずはガーラ君をまずは倒すと。ガーラ君はこれむしろ引き寄せた方がいいんじゃねえかな。こいつ引き寄せて、こいつ引き寄せて、こいつぶっちゃけ遠距離の攻撃は持ってないんで、引き寄せて転ばして燃やして、で、え、なんで落ちた、え、なんで落ちた、今なんで落ちた、今これ何、これ危なそうなやついんな。なんでバレたんだろうな。燃えろ、はい燃えました、はい燃えました。とりあえずまずはこいつを倒さないとな。おお、いたんか、そこに。たまになんか燃やしても一発で死なないで、なんかね、あがいてくるやつがいるんで、そういうやつは気をつけないとね、って感じなんですけど。このグリーンジェルめっちゃ手に入ったから、まあ、次積んだら強化しようかな。てか冷静に考えてもチャプター終盤なんで、もうね、強化しないと明けがもったいないですよね。だから追加コンテンツこれ引き継げんのかな、追加コンテンツこれ引き継げなかったあんま意味ないですよね。正直強化する意味ないよな。逆に引き継げたらかなりねありがたいですけどね。おお、これスナイパーライフルのこの貫通いいな、これこれ多分デブが多分出てくると思うんで、デブ出てくるかな。うーん、どうしようかな。まあ、デブ出てきたら、来た来た来た、デブ来ました。お、転ばねえデブ、あ、転んだ。このゾンビクをね、仮装してあげる優しさね。もう安らかに眠れ。いや、なんかホラーゲームに割となんかこういう電車ってなんか割とつきものな気がするんですよね。結構ね、サイレントヒルとかバイオハザードも確か電車あったよね。うん、なんか謎に定番というか、まあ、そんなイメージありますよね、ホラーゲームで電車って。なんだこれ、トラップだらけやん、危な、こんないけねえね、こんなとこ。
どうしかな。敵いるしな。ショットガンで全部破壊したいんだけど、一応マイクか。お、どうなったかな。うわマジか、そうきたか。やべやべ、あれどこ行った、どこ行った、どこ行った。いやこういうなんか理不尽な連続攻撃というかね、これ危なすぎだろ。しかもこれ解除してもさ、不意に抜かれる部品とかなかなかひどいな。いや怖っこれ。これ普通なんかゲームってダメージ食らって、そのねダメージ食らってる間ってなんかダメージ補正とかあって、その1回の攻撃につき1回その攻撃分しかダメージを受け付けないのが多分大体普通だと思うんですけど、このゲームはなんかそうでもないらしくて、敵の攻撃を受けて例えば転んでる時とかにその他の敵の攻撃を受けたらそれも加算されるらしくて、そのね、そうそうなんですよ。つまり転んだりそのまあ波状攻撃を食らうというか、まあ、ダメージを受ければ受けるだけ損をするというかね、そうなかなか きっちいゲームなんですよね。鬼畜なゲームなんですよね。その普通の敵の雑魚的な攻撃にプラスしてさっきのガーラ君みたいな一撃必殺攻撃が追加されるともう最悪っすよね。そんなだるすぎっすよね。だるすぎですねそれは。雨が降ってんのか。とりあえず行くしかないな。え、どうやって行くんですか。どうやって行くんですか。うえー、来た来た来た。いや見えねえよもう。これなんか近すぎるとどこ撃ってるかわかんねえしな。なんかこのファイコブレイクの難易度って確か3段階か4段階ぐらいあるらしくて、最初はカジュアルとサバイバルのね2つしかないんですけど、うん、これ動いてる。クリアするとなんか難易度がね、上の難易度が解禁されるらしくて、でまあその難易度が何なのか知らないですけど、なんかゴアモードっていう難易度があるらしくて、それが一番上の難易度なのかな多分。その、まあ、僕割とゲームの腕には割と自信がある方なんですけど、正直まあそれでもそのね今やってるサバイバルの難易度でもかなり苦戦してますし、それでさらに早いチェックポイント。まあいいや。いや絶対早いでしょ今。キモい敵の声聞こえるんだけど、なんだお前、これ絶対お前出てくるやろ、お前絶対出てくるやろ、お前絶対出てくるやろ、絶対お前解禁されるやん。まあまあ、なんだこいつ。え、ないないない、どうしたどうした、なんか一瞬で終わった。いやこれただでさえね、この
サバイバルの難易度で苦戦してんのに、さらにねゴアモードなんて言ってもどんだけ難しいんだってね、もう考えたくもないんですけど、まあ実際ねそのゴアモードで実況してる人もいるみたいで、いやもうね世の中にはすごい人がいるもんだなと、まあそういう感じなんですけど、いやもうゴアモードとかも絶対痛くねえわ、絶対痛くねえ、もう絶対手出したくないですねそんなの。バイオハザードも結構やってきたんですけど、まあそれもせいぜいノーマルかハードぐらいで、その一番上の難易度なんてもう絶対やりたくないですね。もうホラーゲームやってるとただでさえもう心がね病んでくるというか、まあそんな感じなのに、さらにそのね自分から難易度上げるなんて、そんなド M プレイは僕には到底できないんでいやほんとすごいなと思いますよね、その難易度上げてホラーゲームの実況する人って、もうなんかはいもう尊敬しますね。うん、僕にはもう絶対無理絶対無理、やりたくない。このサイコブレイクってゲーム、まあホラー要素、まあ、あるっちゃあるけど、まあなんでここ、これ行っていいのかな、大丈夫か。まあホラーゲームではあるんですけど、なんかどちらかというとアクション要素の強いホラーゲームで、そのねやっててなんかあんまり怖いとかは正直あんまないんですけど、あんまないんですけど、でもやっぱりなんか雰囲気はやっぱすごい不気味なんですよね。うん、敵も気持ち悪いし、そのこれ BGM ないんですよね、ほんとこのゲームBGM ないとなんかやっぱり雰囲気的に暗いというか、そのねやっぱり孤独感がねすごいんですよね。いやなんかヤバそうだから、ちょっと一回帰るわ怖っ、ここちょっと一回セーブしようここに来て俺セーブ中になる。いやもうやっぱりねセーブはやっぱ欠かせないですよね。うん、セーブは欠かせませんね。何かお忘れです。